福岡県道、大分県道、熊本県道115号八女小国線は、福岡県八女市から、熊本県阿蘇郡小国町に至る、一般県道である。路線のほとんどが国道442号と、重複しており、実演長区間は、八女市黒木町、大淵の日の高見ダムのダム湖生端で国道442号から、分かれ、ダム湖の北側を南東に向かって進み、 ガムコ東端のヤメシュヤベ村にあるヤベ川、源流公園付近で国道442号と再び合流するまでの約7キロメートルの区間である。現在の国道442号と異なり、福音改良が施されていないため、福音が狭く対向車とのすれ違いが困難な場所が多い。また部分的にロックシェットが設置されている場所もあるものの落石や、 崖崩れの可能性が指摘されているため、異常気象時は交通規制が行われる。ダム、湖北東端にある宿保来は、日向上ダムキャンプ場周辺は、過去には頻繁に災害による通行規制が行われてきた場所である。このため、宿道岸近くにダムの最も北側に位置する正面岸方面へ向かわずとも、橋梁で横断できるアーチ橋が架けられた。これにより、 宿道橋から日向上ダムキャンプ場の間のダムコ南側の急道区間が通行禁止となった。上記にもある通り、国道442号が国道として昇格するまでは福岡県道、大分県道、熊本県道3号やめ小国線として共用していた区間である。やめ市中心部から国道442号の黒岩水道を東側に抜けると日向上ダムが 目前に迫る、定時路となっている。これを右に進むと、国道442号で、左に進むと、県道115号となる。この交差点を左折するとすぐにトンネルに入り、トンネルを抜けると日向上ダムの包み町部を通る。園庭自体は、福岡県の管理するダムであるが、道路法上の福岡県の県道でもある。ダム、包み町部を通り、トンネルを抜け、 ロックシェットの下を通り下鶴トンネルを抜けると道路が二手に分かれる。直進すると宿保来は日向上ダムキャンプ場に通じる。右折すると宿道橋を渡る。宿道橋から先はダム湖北岸沿いを通る。ダム湖の東側では沿道に民家が点在する。ダム、古東端部で国道442号と合流して実演長区間は終点となる。 福岡県側に唯一単独区間として残る県道115号単独区間で交差する道路は存在しない。すべて国道442号の重複区間内での交差である。トンネル、ありがとうございます。